みんな大好き診断テスト。こんにちは、ミルキーです。何を診断するのかというと、ハムスターが太るのは飼い主が悪いのか、はたまたハムスターが悪いのかという診断です。おデブがね、悪いというわけではありませんよ。以前の動画でもね、痩せさせるなと強気で言ってるぐらいですからね。それでね、太ってる原因が飼い主じゃないとしたら、飼い主さん頑張ってるのに太る子いるんだってっていうことを言いたくて作ってみました。最初に言っときますね、この診断ミルキー独自理論の診断になっています。科学的根拠とかありませんので、興味本位程度でやってください。今はね、太ってないハムちゃんも今後もしかしたら太るかもしれないし、いやいや、うちの子は標準体重をキープしてますよという人も、自分はハムちゃんはどのタイプかということを知っておくことで、今後ね、上手にもっとお世話していけるんじゃないかなと思っています。それではレッツ診断。飼い主編とハムスター編がありますが、まずは飼い主編から。今から出てくる5つの問いに答えて、その答えのポイントを足した合計ポイントで診断していきます。ポイントは0、5、10と極めて簡単な足し算にしてあります。それでは第1問。ご飯を与えるときは毎日測ってる？ A. きっちり測る。 B. 時々目分量であげちゃう。 C. 測ってない。皆さん答えは出ましたか？答えのポイントはこちら。第2問。与えている主食は A. ペレットのみ、 B. ミックスフード、 C. ペレットとペレット以外のものを混ぜている。生野菜以外で毎日与えているものがある場合は C に入れてください。それぞれのポイントはこちら。第3問。おやつアピールされたらどうしますか？ A. 毎日あげちゃう。 B. 気分であげる日とあげない日がある。 C. 全くあげないわけではないが心を鬼にしている。多分いないとは思いますが、全くおやつをあげてないっていう人も C に入れてください。ポイントはこちら。第4問。与えているおやつはどんなおやつが多い？ A. ひまわりの種やナッツ、チーズなど高カロリーなもの。 B. 市販されているいろいろな種類のおやつ。 C. 極力ヘルシーそうなおやつ。ポイントはこちら。第5問。ケージの広さは？ A. 一番長い一辺が44センチ以下。ペットショップで売っているケージでも比較的小さな方のケージです。B. 一番長い一辺が45センチ以上、70センチ以下。グラスハーモニー600やグラスハーモニー450、クリーンケース460などがこちらに当てはまります。C. 一番長い一辺の長さが70センチ以上。衣装ケースやブーカステート、パンテオン940などはこちらです。ポイントはこちら。皆さん、計算できましたか？飼い主編の結果発表をしていきます。まず0から10ポイントだった飼い主さん、しっかり管理タイプです。ハムスターの健康第一に考えている飼い主さん、まず太る心配はありません。栄養が足りてないということにだけはならないように気をつけてあげてください。もしすごく手を噛む子だったら、タンパク質が足りてない可能性もあります。逆にハムちゃんが太っているなら、それはハムちゃんのせいかもしれません。それでは15から25ポイントだった飼い主さん、気を抜くと太らせてしまうかもしれないタイプです。甘やかす日が続くとぷくぷくくるかもしれません。ケージが狭い、高カロリーのおやつを与えているという人は要注意です。ハムちゃんが標準体重なら現状維持を心がけてください。ちなみに私もここです。そして30ポイント以上だった飼い主さん、太らせてしまう可能性が高いタイプです。
気がつくと標準体重を超えているかも。ハムちゃんが太っているなら飼い主が管理する必要があります。ハムちゃんが太っていないならそれはハムちゃんが優秀なのかもしれません。ということで次にハムスター編です。最後に合計ポイントの結果もあるので飼い主編のポイントは一応覚えておいてください。それでは第1問、ハムスターのお家を掃除した時に貯蔵庫はある？ A 必ず1食分以上ある。 B ある時とない時がある。 C 毎日完食。貯蔵庫はあるけど1食分ぐらいしかないなっていう場合は B に入れてください。ポイントはこちら。第2問、ハムちゃんにおやつを与えました。ハムちゃんはどうしますか？ A 必ずその場ですぐに食べる。 B 食べる時もあれば頬袋に詰める時もある。 C 頬袋に詰めて持ち帰る。少し食べて残りを詰めるという場合は B に入れてください。ポイントはこちら。第3問、野菜は好き？ A どんな野菜でも食べる。 B 多少好き嫌いはあるが基本食べる。 C 野菜は嫌いというのが伝わってくる。ポイントはこちら。第4問、よく走ってる？ A めちゃくちゃ走ってる。 B 夜中に走っていることは知っている。もしくはケージ内で暴れている形跡がある。 C いつ走ってるんだろうと思う。もしくは暴れた形跡もない。ポイントはこちら。ラスト第5問、ハムちゃんが活発になってくる時間帯に部屋に行くと巣から出てきておやつくれアピールをする。 A 割とよく出てきてアピールをしてくる。 B ほとんどしない。 C アピールする時もあればしない時もある。ポイントはこちら。それではハムスター編の結果発表です。0から15ポイントだったハムちゃん、本能タイプです。野生の本能がしっかりあって自己管理ができるハムスター。飼い主が少々甘やかしたところで食べ過ぎることはなく、おデブとは無縁のハムスターです。これからの冬を越すためにさらに貯蔵しようとするので、掃除後はいつも以上にご飯を入れてあげたりおやつを増やしたりしてみてもいいかもしれません。もしハムちゃんが太っているならそれは飼い主が原因の可能性が大です。20から25ポイントだったハムちゃん、中間タイプです。野生の本能もあるけどペットであることも認識しているハムスター。飼い主がしっかり管理していれば太りすぎることはありません。逆に言えば甘やかしているとプクプク太ってしまう可能性もあります。ハムちゃんが標準体重ならこのままのお世話で OK、 太っているなら冬を越してから本格的なダイエットをしてみてもいいかもしれません。そして30ポイント以上だったハムちゃん、ペットタイプです。野生の本能は薄くペットであることをしっかり認識しているハムスター。こういうハムちゃんにはしっかりと飼い主が管理してあげないとどんどん太っていきます。今が標準体重なのは飼い主がしっかり管理できているからと言えます。それから飼い主がどんなにしっかり管理していてもハムちゃんが運動してくれない限りは正直ダイエットは厳しいです。それ以上太らないようにしっかり管理をして健康に害を及ぼさない程度のおデブちゃんにとどめるように気をつけてあげてください。それでは飼い主編とハムスター編のポイントを合計した総合結果を発表していきます。25ポイント以下だった場合、これからの冬痩せすぎないように注意してあげてください。心を鬼にするのもいいけどたまには甘やかしてあげてください。逆に60ポイント以上だった場合、特に肥満に注意が必要です。ハムちゃんに運動してほしいな、貯蔵してほしいなとつぶやいても理解してくれないので飼い主が変わるしかありません。飼い主が徹底管理して極度の肥満には注意してください。そして30から55ポイント以下だった場合、標準体重だから必ずしも問題ないというわけではありません。
老後になれば痩せすぎてしまう可能性もありますし、主食は残しておやつばかり食べて標準体重をキープしているかもしれません。ハムちゃんのタイプを理解して今後太らないように対応していきましょう。いかがだったでしょうか。自分とハムスターのタイプはなんとなく合っていましたか。少し気楽にお世話してみてもいいんだなって思ったり、しっかり管理してあげる必要があるなと思いましたか。皆さんとハムちゃんがどのタイプだったのか、またその結果が当たっていたのかどうかコメントしてくれると嬉しいです。今後の参考にさせていただきます。この動画が良かったよという人はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また最近ちょっとサボり気味になっている X、Instagram もフォローしていただけるとやる気になります。いいねだけでも嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。